お疲れちゃんです。ラットです。今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちら迫撃砲デッキ紹介していきたいと思います。でこちらのデッキなんですけど、今グランドチャレンジでね一番勝率が高いデッキとなっております。まあグランドチャレンジはね結構こう環境で強いデッキをね、皆さんよく使ってますので、今まあ環境に強いエレジャイであったり、まあ高回転のドリルデッキであったり、まあそういったね、環境流行ってるデッキの、メタというか、流行りデッキにすごい強いよねっていう、まあ使っとけばいいですっていうね、あのおすすめのデッキでございます。そしてまあ無課金の方でも迫撃砲デッキっていうのは基本的にね組みやすいと思いますので、まあユニレベちょっとなかったらね、ダークプリンスの枠がバルキリーだったりだとか、ウッド持ってないよって方はロリババであったりだとか、まあいろいろ替えがね効くと思いますので、ぜひね、まあ中身いじみりながら使ってみてもらえたらなと思います。というわけで早速ねやっていきたいと思います。でマスケット重視がねそこそこに強いんですよ今。というのもやっぱりここ最近ねファイボ環境というのがあって、まあ、ファイアーボールが超流行ってます。でマスケット重視はファイボだけだとねやっぱ生きるんですよ。ポイズンだと全部のダメージ受けるとやられてしまうんですけど、ファイボを受けたところでミリで残るので、まあ、ファイボザップとかされると、まあ、やられてしまうものの、なんか最近ファイボプラスタルババとかなんかそういったデッキがね結構多いので、マスケがねやっぱ防衛でずっと活躍してくれるよねっていうのがまあこのデッキの強みかな。で今回の相手はさ流行りのロイジャイっぽい気もする。ちょっとね4コスしか手札いねえから一瞬待ちます。トリトンロイですね。でダークプリンスがねあると思うので、あんまドリルは飛ばしたくないね。相手がダークプリンスを抑えたらドリルを飛ばすっていう流れをねやっていければいいかなと思うんですけど、まあ攻め吐くぐらいでロイジェイ使わせてマスケで回収してかな。おーマザニクでしたね。マザニクならやりゴブでもよかったかもしれねえな。もったいないかも。さあ相手のねいいダックプリ受けだ。これやりゴブセパレートで受けれそう。さあいい感じにねやりゴブを分けてさあ受けていきます。で今相手がダークプリンスを使ったので、ゴブドリの受けがねそんな優秀じゃないよねっていうのでドリルを飛ばしていきたいですね。さあまあこんな感じで基本的に迫撃砲から攻めます。迫撃砲で攻めて攻めて、ゴブドリの受けのねバルキリーであったりだとか、まあなんかね優秀な受けを割いたら、ゴブドリ飛ばしていくっていうのが理想かなと。ゴブドリ飛ばすだけだとなんかカウンターがやっぱ来やすいんでね。さあここはダークプリで抑えれそうですね。いやダークプリ強いよね。マジバルキリーでもまあ十分ですけど、よいしょ。さあここ攻め取るねとかされたら嫌だななんて思いながら、まあマスケ合わせながら防衛マジで硬いので、まあ攻め迫撃も大事なんですけど防衛迫撃めっちゃ大事です。めっちゃ置きます。なんならもうずっと防衛迫撃置いとけばいいぐらい防衛迫撃最強です。防衛迫撃で守ってなんか余裕があればもうドリル飛ばしてみたいな。一生ね防衛しとくだけでもね勝てますからね。さあでこれはね確実にちょっとファイブってやっつけていこうかな。よいしょ。いやマジ防衛迫をね相手突破できないんですよ。こうやって気づけば端前のウッドのね削りであったりだとか、まあたまに飛ばすゴブドリでね削り切れるので、まあそういった強みありますよね。ウッドはここのね相手のタワーにダメージ与えれるのが強いっていうのはあるので、できればウッドの方がねいいですよね。さあ舞台にされるの嫌だな。でも防衛迫撃がねめっちゃ活躍してます。でレスピとかで受けながら、いや本当にねマジで引きこもってるだけなんですけど、これ引きこもりが強いんですよね。でね後ろからまあマスケとか出しながらね、ダックプリとか出しながら、なんかスペルでね全てが巻き込まれないようにはしたいですよね。迫撃砲とマスケット重視だとか。さあでまあ防衛迫撃置いてあげて、ここはねちょっと防衛のウッドで、さあヤリゴブリンでね相手のトリトンとかもちょっかい出しながらみたいな。相手のマザネク嫌だな。ですが許容できそうで、そろそろね攻めようかなとかね思いながらドリル飛ばしてあげて、まあ、ダックプリでさあ受けられる。でここでもう一回ね防波撃置くっていう、これがね相手突破できないんですよマジで。波撃砲強すぎやろってねこうなんか見てるとやってると思うんですけど、よいしょ。相手がね5プラスのタルババなので、この低めのマスケが絶対いきます。絶対処理されないんですよね。
これね、届かないんですよ。そう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 。だからこのマスケが5打たれても残るっていうのが、相手がね、攻めきれない理由というか。お、待って、やばい。ちょっとだけ怖くなってきた。あ、これさっき僕言ったんですけど、マスケと白血病がね、一緒にこう5で処理されたりだとか、そういうのだけで気をつけたいね。さあ、いや、ギリ、あれ？お、なんかちょっとだけ怖くなってきた。ちょっとだけ怖くなってきた。攻め迫撃も意識しながら、よいしょ。うい、いや怖い怖い怖い。それドリル飛ばしたいけど、一回守んなきゃやばそうなので、さあボファイブ打って、やばいやばい、怖い。マジでこれウッドで削っとかないとちょっとやばい気がした。やりごま入った。いやー危ない。危ねえ。マジで危ない。本当にこれ、シャレになんないですよ。ちょっとね、余裕があるとね、最後大逆転されちゃうとか、もったいないのでね、気をつけてくださいね、皆さん。ほれい！さあ、というわけで、まあ、途中からね、序盤はもう攻め迫でいいと思うんですけど、途中からは、もうね、防迫一筋でね、一生攻め迫の時もありますけど、いや、これ、ゴーストの受けがねえっていうね。ダックプリがないので、ドリルだけを。さあ、で、あの古城ババもなんならついででこのドリルで受けれねえかな。基本的に、なんか余裕があるまでは、防衛迫撃でやって、なんか相手攻めすぎじゃねえみたいな。お、めっちゃ守ったよみたいな。そういう時に、もう攻め迫すればね、いいと思います。さあ、マジアッチャ5を、ペッカ工場かな。で、ペッカ工場、なんかダックプリ、冴えた時に、相手のゴーストとか受けれねえなってなったら、まあ、ゴブドリ防衛で使ったりだとか、まあ、なんかいろいろね、カバーし合っていきたいですね。で、ゴブドリは、今回、相手のゴーストですね。ゴーストがいなければ、結構刺さります。だから、ゴースト冴えたら、飛ばしたいよねっていう。だから、今、チャンスなんです。今、ドリルを飛ばせば、基本的に飛ばし毒です。相手が結構過剰防衛をしないと、守れないぐらい強いんでね。さあ、古城馬場で守ってきた。まあまあ、これだってトントンですからね、ゴブドリ飛ばして。なんで、ゴースト持ってる時にはドリルを飛ばさない。これをね、まあ、意識してやるだけで大事です。ドリルはね、なんか、ややエリゴレ寄りというか、エリゴレはなんか言い過ぎなんですけど、めっちゃ強いんですよ。めっちゃ強いんですけど、それなりのリスクがあるというか、カウンターがやっぱ来るので、あ、この俺のウッドが下手で、エレキが外に行って迫撃砲攻撃せずにタワー殴っちゃいましたね。ややリスクがあるので、カウンターね、4ワードになっちゃうんですよ。バルキリーとかダックプリで受けられると。なので、そういう点によると、咲いた時に飛ばすとめっちゃ活躍するよねっていう話だよね。さあ、暇なので。これ防白でいいね。防白で、なんならマジアチャとかまでやれそう。さあ、ウッド、つえー、で、ゴースト咲いたら、ドリル飛ばしたよねっていう。まあ別に裂いて投げても飛ばしていいんですけど、カウンター守れるならっていう。さあ、相手が、ペッカですね。今、ダックプリの突進入りましたね。熱い。で、マスキがマジで最強。で、こういうのもね、やりごぶでできるともっと良かったですけど。さあ、ドリルで。ドリルめっちゃ強いです。この古城馬場言うのとか、ザップ相手には、マジ一生このゴブリンね、活躍するんで。で、暇だったらウッドで削ったりね。で、ここはまあ攻め迫でもワンチャン良かったんですけど、まあ確実に勝つなら、いい持ってこうぜっていう。いや、マジ防迫してるだけなんですけど、今日の動画。でもこの防迫はマジで強いからね。で、真ん中マジアチとかもね。左隅っこマジアチとか、右端前マジアチとか。いや、うまいね、それ。さあ、ちょっと怖くなってくるけど、これを全て守れるのがこのドリル。で、ここちょっと一回ね、ユニットで確実に守ります。よいしょ。よいしょ。いや、怖い。怖いけど、ダックプリが強い。いや、ダックプリ強っ！ね。で、さあ、どうしようかな。端前やりごぶ。謎に逆サイド。さあ、ケツペ。これちょっとね、攻めたいなと思います。コスト今トントンなので、攻めてもいいよねっていう。ちょっと守りばっかやってたんで。そう、うまいね。で、真ん中いいのとか多分。来るよ。ダックプリをね、裂いてほしいんですよね。ダックプリを裂いたら、
マジ無双なんですよ、ドリルが。ダクプリ？ゴーストか？あ、来た。これです。あ、待って、ミスった。あれ？まあ、いいか。なんか、ミスったの。これ、端前マジでじゃあ、ちょっと警戒しないといけないですね。さあ、これはね、ちょうど射抜かれない角度だと思いますので、もう今からぶっぱタイムですよね。もう攻めまくって、攻めまくって、残り50秒、相手はね、受けもきついよと。あれ？でも完璧に受けられてる気がする。いや、でも、これちょっと入ればいいからな。いや、ここの延命してあげたかったですね、本当はもっと。で、まあ、ドリルで攻めてもいいですけど、日寄ったんでね。すぐ日寄るんでね、僕。守っていきまーす。じゃあ、ウッド防衛で使いながらやっていきたいけど、ここはね、しっかりダクプリで、タワーに入りそうだけど、歩いて生き残られるの嫌なので。さあ。よいしょ。よいしょ。で、ドリル置いてあげれば、多分間に合うよね。間に合うよね。ガイン。ウッド削り、で、ダクプリで全て受けれるよっていう。オッケーですね。まあ、攻め迫撃と、防衛迫撃のタイミング。防衛迫撃のタイミングね、わからないとかだったら、とりあえず置けばいいですよ。基本的に腐ることないので、防衛迫はね。防衛クロスとかだと、6コスとかでね、腐っちゃうんですけど、4コスなんだよね。さあ、よろしくお願いします。で、所定でね、迫撃なかったらね、僕意外とドリル飛ばしますね。で、ダクプリで受けられて、端前エレジェイつけられて、ジジイとかね。怖いですけど。一旦飛ばして、迫撃が回れば、迫撃あれば大抵守れます。ジャイ、ロイ、ジャイ、ゴレとか。基本的にね、何でも守れます。さあ、これがね、嫌なやつですね。さっき言ってた。さあ、エレジェイ来たら防迫。このロイ来ても防迫ですね。すべて防迫です。おい、トリトン、ダクプリ。これロイジャイですね。ほぼ格のロイだと思います。まあ、トリトン防衛用にやりゴブ出して、まあ、逆サイの攻めでもよかったけど、おザップだ。ちょっと違うな、俺の知ってる。んなんだこれ、トリトン。なんだこれ。ゴレじゃなさそうだけど、んジャイですね。いやー、この LSP がね、ダクネに優秀ですからね。いや、なんかちょっと珍しいデッキ引きましたね。さあ、このマスケね、なかなか延命するの難しそうですけど。さあ、ダークネクロにはこうやって LSP があるのでいいんですけど、相手のディガーをダクフリで受けていきたいですね。で、マスケ延命とかできると思ったら、ファイボーザップのジャイダクネダクプリトリトンディガー。いや、これ、なんかあんま見ないデッキ引きましたね。めちゃくちゃレアだと思いますね。でも強そうだな。もうダクネ嫌いだからな、俺。マジかよ。ダクネいいんじゃんっていう。ダクネ嫌いすぎてね。さあ、防白します。一生防白です。で、マスケにディガー出てくるのを延命できるとよりいいんですけど、おお、一回捨ててくるんですね。さあ、まあ、ダクプリとマスケあれば、これだ、守れると思うんですけど、さあ、ダクプリ咲いたので、ここで攻めます。これ大事っすね。あとは、ここでできるだけね、溶かしたい。いや、でも、相手が、まあ、で、欠陥だから、2周目とか、いや、早いな。うわ、端前取るとエロいっすね、なんか。いや、でも、いや、よっきょきょ、いや、思ってる垂れたな。でかいね。いや、でかいけど、相手ダックプリ追加してきたっけ？いや、トリトン追加だったかな。なんか、思ってる刺さんないですね。いや、だ、マスケがそっちが刺さるんかっていうね。あるある。攻めたい逆が。さあ、ダックプリ冴えたら、もう、とりあえずドリル飛ばしたいんですけど。あ、ファイブウッドで溶かしていきそうな。ファイブウッドで LSP で全部剥げそう。で、このディガーを、まあまあまあ、マスキやられてもしゃあなし。なんか持ってねかったかもな。相手、ダクプリ使ってくれなくなったっすね。多分ドリル用に残してんのかな。で、防迫。ダクネやれたのはでかいね。これ、ドリルいきますね。いや、相手、ファイブなんか雑だな。いや、でかいよ。いや、結構でかい。さあ、これ、攻め迫でカウンターワンチャン狙えるっすね。よいしょ。
これね、相手がディガーもやったんで結構過剰にね攻めてきてるんですよ。ってなったらもう俺のターンだよねっていう。でこれ逆サイちょっと鬼の許容します。鬼の許容してもう右が僕ダメージ受けてるんでね、右側をね守ればいい。オッケー、来た。ゴブリン、ゴブリンの気分。発揮技法が入る。いやダークビルも入る。ナイス。いやこれでかいね。最後の迫撃砲攻めのタイミングは相手がディガーまで使ってくれたんですよ。そのいつもディガーを使ってなかったのにディガーまで使ってくれて、しかもその前でね芝ファイブしてくれてるっていうので結構エリアドを取ってて流れも良かったので、ね、攻め迫してって感じですね。まあ、なので相手の芝スペル、まあ、ミスであったりだとか攻めすぎな部分とかをしっかりね判断して、まあ、攻めていくっていうのが大事かなと思います。それまではもうほんと防迫ゲーですね。さあスケ、高回転ドリルであったり、まあ、クロスだったりホグだったり、まあ、とりあえず高回転ですね。ウッド、なんだろうね、高回転ドリルの可能性もあるしホグとかクロスの可能性もある。アイビズクロスかな。ロケット警戒でちょっとだけ高めに置いたんですけど多分クロスですね。うえい、クロスか。クロスナイトかバルキリーかでもちょっと変わりますけど嫌ですね。普通に嫌ですね。あまり引きたくはなかった。さあちょっとだけ攻めていきます。このクロス相手にも基本的にでも防衛迫撃やっていきたいんですけどね。防衛迫撃やっていきたいけど今相手がテスラ使ってるから攻めていきます。でナイトだったのでドリル飛ばすだけちょっと強いかもね。防迫ないとねクロス守れないですね普通に。ちょっとこれ受けます。受けてエレスピでリセットして気合でこれ5打った方がいいな。よいしょ。このクロスの受けっていうのがあんまないのでいやちょっと痛いですけど防迫大事ですね。攻め迫したらね意外と相手もきついんですけどそれ以上に僕が苦しくなるので、まあ、防迫でドリルプラス5ウッドで削っていくみたいなのが理想かな。まあロケ削りっていうのがね相手あるのでこれもう防迫置きます。これで相手も攻めクロス置けないですからね。まあ置けるっちゃ置けるけど、いやーロケかいい判断ですね。まあ6咲いたからケツマスケからの一回形組んで結構ぶっぱチャンスではあるですね。ナイトだからな普通にありそう。いやでも相手もある程度うまいっすよね雰囲気は。サファイブーツこれドリルがね、いやもっと入ってほしいな。まあまあまあ、めっちゃ悪いわけではない。しかも、ダクプリロケ打ちにくいからね。ここで攻め迫します。ちょっと流れをね。これマスクやばい。ロケット打たれるかな？いや。クロスサイター。で、もうウッド転がしとけばいい。オッケーオッケー。いやーもういろいろ入れ、いろいろ入れ。たまたま入れ、たまたま入れ、たまたま入れ。攻め迫さったらいらんな。一生ドリルファイボでいい気がしてきたな、俺。一生ドリルファイブで勝てる気がする。さあワンチャンロケ打ってくる。ドリルで相手のロケと他が分かんないけど、いやいい、たまたま打ったファイブでスケ来るよね。いやウッドか。いや次のドリルファイブで全然あるな。これなんかたま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 事故んねえかな。で回転早いから俺、いやこのやりこぶ背中で勝たれ。ダークプリドリルで、ウッドからのファイボ。気合で押し込め。いや、オッケー、スケ引いた。やりこぶ。いや、ファイボだけじゃ落ちん。ファイボだけじゃ落ちんけど。やばい。それやばい。やばい。竹取って、竹取って、ドリル。ドリル竹取れ。ドリル竹取れ。ファイボ。ゴブリン、ファイボ間に合え。オッケー。危ない。いや、危ないね。最初はやっぱ攻め迫撃ダメだったかな。カウンター止まんなかったっすね。さあよろしく。初手にドリルがありますが、ファイスピキター、これ、あれだな。多分高回転のゴブドリだと思うんですよね。さあ、バルキリー、いや、そうですね。で、バルキリーとね、ボンバーがあるんですよ、相手。だから、
今回なかなかドリルが通りません。なので攻め迫撃から、相手の、ね、バルキリーとかボンバーを使わしてみたいな、そんな流れでね、できると理想かなと思います。でこう攻め迫撃と多分ねテスラ来るんですよ。いや来なかった。いや来た。でここにダクプリを使うかちょっと悩むんですけど、ちょっと攻めていきます。でバルキリーも使ったのでここでドリルですね。これね理想ですね。でもあんまやると相手のゴブドリをね守れなくなります僕は。攻めのねダックプリやっちゃうと、あーファイスピだけで守れるも強いね。さあなのでちょっとここ一回控えめにね、まあマスケプラスウッドだったり、まあなんかプラスウッドでね守ることもできるので、ちょっとやばい金起動したかったのにずれた。うわやばい待って、これもったいないですね。やばい待って、ウッドもやばいやばいやばい、負の連鎖が始まってる。さあこれちょっとやだな、5打たれるの嫌なので一回待ちます。まあ次のドリルはダックプリで守るのがいいかなーなんて思いながら、相手回転早いですからね。よいしょ。さあトルネ型だ、出た、たまにいるトルネ型。さあドリル飛ばしていきましょう。相手トルネも使ったからね、結構コスト使いましたよ。ですがボンバー、マジでこのボンバーバルキリーが、あれあれ相手のボンバー寝てるぞ。でかいでかいでかい、なんかバルキリーボンバーの形組まれるだけねちょっと嫌ですけど、さあこれバルキリー来んのかな、来なさそうだな。で8枚ファイスピ追加とかもねそっくるんですよね。痛い。テスラがさあ来る、マスクでやりに行く。さあバルキリーとボンバーをね使ってほしい。バルキリーと、いや寝てるテスラが、寝とけや、めっちゃ強えな。さあちょっとここねバルキリー早めにとかしたい。さあいやいてー、このスピ軍団えぐいっすよね、マジ化け物すぎる。スピ軍団マジで化け物を、さあ攻めていこう。相手がね結構端前でいっぱい一コスケ使ってくれたんでね。でボンバーが、いやボンバー読みファイボで外すの一番ダメ。いやでも迫撃が入ってる。あなんか相手のボンバー相手のボンバー首案件だな、全然働いてねえ。これ前に来るのか、いや後ろに来た、ちょっとやばいだよ、ちょっとだけやばいよね。うわ出た、オシャンティネード来た。いやでも相手それ結構コスト使いすぎじゃない。さあドリルで攻めよう。でちょっとやりゴブとかも追加してね、いい感じに。いやダックプリーやりゴブ打っとけんない。いや相手のボンバーがねサボりでしたね。ナイス。というわけでこちらの反撃ね、ちょっと慣れるまでは大変かもしれないんですけど、慣れてしまえばね本当に弱点めっちゃ少ないです。本当に何にでも勝ってる。まあ反撃法自体ね結構 PS がいる、プレイスキルがいて大変なデッキではあるんですけど、もう本当極めれば本当世界最強までいけちゃうぐらいね、本当に強いデッキですので、皆さんもね、ちょっとこれを機に、迫撃砲デッキね、練習してみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。